皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は二日酔いから <laughs> 復活中です。はい。さてさて、アマプラタイムということで、アマゾンプライムビデオで今すぐ見れる作品を紹介したいと思います。今回紹介するのは、なんと、 1978年という相当古いディスコ映画です。ディスコです。クラブじゃないんです。ディスコです。はい。あの、皆さん、ジョン・トラボルタってご存知ですかジョン・トラボルタ。セクシーな感じを出す、出すかと思えば、暴力的な演技もする。 けど、根は優しくて、なんと、ジャンボジェット機を保有し、ライセンスも持っていて、地震で被災したところに、向かって飛行機で、客席に救援物資を積み込んで自分で飛行機を操縦して、向かうという、 事前家でもあるジョン・トラボルターの出世作でございます <laughs>、はい。一応、一応説明文読みますね。ペンキ屋で働くトニーのさ楽しみは、土曜日のディスコ。髪型やファッションをビシッと決めて、得意のダンスで女たちの視線を釘付けにする。ある夜、 見慣れない女性のダンスに魅了された彼は、ダンスコンテストのパートナーに彼女を誘うが、さてどうなるのか。ということでございます。はい。異世界へ飛びましょう、これを見て。こんな世界があったんだということを知りましょう、皆さん。はい。 楽しいですよ。はい。今見ても楽しいですよ。はい。ぜひおすすめなんで見てみてください。ジョントラボロタの若かりし、まだまだ青臭いところも残ってる彼が見れるのはこの作品ともう一つだけですからね。続編。はい。サタデーナイトフィーバーですよ。名前すごいでしょサタデーナイトフィーバー。 フィーバーはい皆さんも土曜日の夜はフィーバーしましょう <laughs> 嘘ですよみんなあのねゆっくりしましょう <laughs> 梅雨だから梅雨だから <laughs> はいということで今回、えー、ご紹介した映画はサタデーナイトフィーバー、はい はい。日本語の表記ではフィーバーってなってます。なぜか。はい。フィーバーでございます。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。アマプラ最高では、さよなら。